2023年9月13日午前2時に開催されたワンダールストで iPhone15 シリーズが発表されました。今回は長年使われていたライトニングと決別し、ついにUSB-C を採用したり、プロモデルがチタンボディになるなど、いろいろと変わってきました。そして、ソフトバンクの2年縛りの時期にあたるため、iPhone10 をプロを購入したよ。iPhone15 Pro が到着したので、開封の儀を執り行うよ。そして iPhone15 Pro 516GB モデルブルーチタニウムを開封するを。新しい SIM カードが貼り付けられていました。では開けていきますか。
サンプロと比較してみましょう。あとはセットアップですね。